ありから、モノ面、レンズシューズラ、フィルム面であり、同一直線上で交わる。シャインプルーフの原理は、オーストリアのテオドルシャインプルーフが発見した原理で、フィルム平面と写真レンズのシューズラとがある一つの直線で交わる、時、ピントが合うモノ面もまた同じ直線で交わるという、ものである。シャインプルーフの原理は、シャインプルーフカメラに利用されている原理で、 写真技術の一つとして利用されている。フィルム面とレンズシューズらは通常のカメラでは平行に取り付けられており、フィルム面とレンズシューズらが交わることはない。この場合、カメラがピントを結ぶもの面は一定距離前方の平行平面となる。しかし、フィルム面とレンズシューズらを平行ではない配置にすると、もの面は平行ではなくなる。この時、フィルム面、レンズシューズら、 物面が同一直線上で交わるというのが、シャインプルーフの原理である。物面がレンズシューズらと平行でないため、シャインプルーフカメラは、近距離にあるものと遠距離にあるものに同時に焦点を合わせることができる。ジャバラ式の大中型カメラは、基本的にこの機能を備えている。ソリッドな中盤カメラでは、シュナイダーの PC-TS5.6、120mm、 等がある。ジャバラ式ベローズやマウントアダプタを使うことで対応できる機体もある。35mm カメラでは、ニコンとキャノンにもこの機能を備えた交換レンズが用意されている。ニコンでは、PCE24mm、45mm、85mm キャノンでは、TSE17mm、24mm、45mm、90mm がある。 また、ロシアのレンズにもティルトシフトのレンズは多く、ティルトシフトの機能を追加するマウントアダプタも多数存在する。ありがとうございます。